あと俺らの4人が集まったの何以来か覚えてる？俺らがアニゴ作ってみたじゃん。古寿司。はい、というわけでじゃあ今回は皆様にご報告があります。相方の伝言が。そんな神妙な なんか犯罪犯したみたいなやつになるからさ、そのテンション間違えてるよ。ということで私伝言6月6日になんと悪魔の日。お前にいらんこと言うな。何やはい、ということで私伝言2022年6月6日に結婚いたしました。おめでとうございます。人生のゴールを迎えてしまいました。人生のゴールじゃないけど、はい、結婚いたしまして、人生でお相手はですね、サラリーマン時代の、まあ、同期と、まあ、結婚しまして、あ言っちゃダメだ、ね、公開してください。別に言って、俺は言ってもいいんだけど、これ言っていいか分からんから今まで言ってこなかったんだけど、結局じゃあそのやっぱ一旦 YouTuber を遠回りしてでも行ったこの会社員時代、はい、結局ここで役だったって、役だったってことでいいんじゃないですか。それはまあだってそこで出会った人ですからね。取りに行ったって感じですか。マリオカートでいうとこうだからちょっとこう隠し相手のこう裏コースで広げるみたいな、俺と500万との引き換えにね。そうそうそう、500万で YouTube の道を選ぶか、あ、そう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 、あの嫁を取りに行くかって、あ、そうそうそう、そういう選択肢あったやん。取らんかった500万以上のものが、まあ、そこで手に入ったっていうふうに見方もある。実はあの、まあ、6月6の段階でもう結婚してたんですけど、ジューンブライド、ジューンブライド、まあ、そう結婚してまんまとお前ゼクシーの策略に乗っ取ってるよお前。あのゼクシーっていくらか知ってる？いや、あのゼクシーの冊子あるでしょ。ああ、あれであれ結構分厚いよね、フロッ分厚い、ね、あれでいくらか知ってる？まあ普通に考えたら870、あ、するでしょ、870、花尾ぐらいするでしょ。300円です。安っ。知らんかったでしょ。知らんかったでしょ。あれ300円。いや、なんで300円かは知らんけど、なぜかめっちゃ安いよ。だからその結婚おめでとうやと思ってる俺は。結婚おめでとうでやる。そういうこと。カバルアスカ。あ、そう言っちゃダメだけどね。まあ言っていいか。もう言っていいか。言っていいか。まあ言っていいってのもですね、あの伝言アスカとも呼べるとか。伝言アスカとも呼べますね。結局。で別にアスカは出していい情報で、まあそれはあのタマルクエストっていう新チャンネルやりますんで。ぜひ見てもらえ、タマルクエスト、タマクエスト、そちらで花尾とも一緒に動画撮ったりしたんで、はいはいはい、あの新しくその夫婦でもね、そのこのチャンネルであの意義があるよ、ちゃんと、あ、意義、このチャンネル意義があって、今夫婦レベル1なんですよ、ドラクエで言うと。あ、だから夫婦レベル1なんで、例えば家事もそんなできませんけど、それをちょっとずつできるようにしていって、経験ってルルルルって増やしていくみたいなチャンネルをやろうかなと思ってるので、ぜひあの、またあの来てください、うちに、はい、うちに来たら、うちに来たらなんか、あ、電話気づいて家事できるようになったんやってなってるかもしんない。おお、なるほど。はい、っていうことですね。はい、そういうこともやるということですけども、まあ出会いは会社で出会ったということですね。はい、なるほどなるほど。まあでも花輪で、花輪には6月6日に結婚したんですけど、あのなんかドッキリしなあかんなと思って、実際言ったのは7月で、あの時だから俺福倉君とかとちょ実は6月に会う機会があって、でまだ花輪さんに言ってないんですかみたいな、ってめっちゃ言われた。お前大丈夫みたいな顔されてだけどドッキリない、それが多分この次の日に上がるんで、まあ、そちらの方もぜひチェックしてもらえていいかと思いますけど、あれびっくりした。いやいや、それはでも全然気づかへんかったけど、あ、でもちょっと気づ、ちょっと気づいて、ちょっと気づいてたけど、ちょっとなんか似てるなみたいな、ちょっと似てるなみたいなのはあったけど、まあ、ぜひそちらの方も見てもらって、多分これ同日に僕とそのアスカっていうんですけど、まあ、アスカとのチャンネルも多分同日に上がってるんで、ぜひそちらの方も見てもらえたらいいかなと思いますという、私からのご報告でございましたけど、はい、なるほどなるほど。でも結婚ってでも結構言うたら、うん、お前結構でも結婚に対してこうリスクみたいな思いそうなタイプやんな。まあありますね、うん、デメリットもあると思いますよ結婚って。そこを結婚に踏み切った理由っていうのはあるんですか。あ、でもなんかあれですね、あの、まあ、結婚のデメリットって自由度が奪われるだと思うよ、まず。あ、いや、一人やったら何しても許されてた、例えばそのお金を無駄遣いしたって誰も怒る人がいない、まあ、それを上回るぐらい、まあ結局一緒にいて楽しいかって話をね。あ、一緒にいてた、一緒にいた時に変な言い方やけど緊張しないかっていう、緊張っていう、緊張、まあ、緊張って言ったら緊張って言ったら変なんやけど、ほとんど自分が素でいて過ごせるっていうのが大きい。自分が結局そのストレスなく折れるっていうのも大きいと思う。その、まあ、向こうも同じだと思うけど、うん、そのなんていうんやろ、そのあうんの呼吸みたいな、なんか分かる、そのなんか言葉で表せへん空気感ないよ、この、はいはいはい、その安心感って感じ。運命の出会いってやつね。そうあってほしい。あ、もう、ね、もう結婚しちゃったし。じゃあここでじゃあちょっと Tinder を頑張ってマボ君に話を聞いて。最近あの結構 Tinder についてもう白熱して、確かにそれちょっと教えてほしい、教えてほしい、それ教えてほしいですね。どういうな、だから教えてどうすんねん、もう。じゃあ例えばその罠、いや俺も知りたいし、遊ぶ勇気と結婚する勇気、あ、そうそうそう、どっちの方が、あえて結婚しない勇気ってのブレーキを踏まない勇気ってのもある。
なんか今だけやね、基本的にもう、もうだからこんなあんま雑な、雑というかさ、ざっくりこういう会はもう珍しいやん。珍しい。青年間ではあんまないんで、なんかちゃんと企画やるじゃないですか。じゃあ僕は一個聞きたいことあるんですけど。なるほど。じゃあ、マコ。問題。アスカの好きなところ、いつこだよって言ってたよね。一緒に、お互いの趣味を、お互いの趣味を一緒にやり合える、俺と一緒に、あの一緒にいて、あの安心感がある、一緒にいて楽しい、かわいい、おもろい。最後の5位だけど、かわいいおもろい、かわいいおもろい、かわいいおもろい、まあそれは言うとかない、それ大事じゃん、まあそれ言うとかないと、はい、まあちょっと今のギリギリ、いや急に言われたら結構やっぱその言語化って難しいよね、やっぱその難しいまあ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 、まあ、難しい、メリットデメリットやな、メリットデメリット、あんまりそういう言い方せんけどな、まあ、でも結局このメリットデメリットって、まあメリットが今上回ってるから結婚してるわけない、このメリットって多分な、意識せえへんとこう下がっていくもんなんや、やっぱそのお互いが普通になんか一緒にいるのに例えば慣れてしまって、あ向こうが家事するの当たり前やなみたいになっちゃうと、もう俺が怠けてこうメリットを提示できなくなっていくから、それをこうするようなチャンネルやりたいってなって、そういうのもだからチャンネルやと誰も監視がいるからさ、視聴者という、それでちょっと頑張ろうっていう、そういうチャンネルになりました。別に何も変わることなく今後花尾殿下の活動を続けていきますんで、まあ、今後ともぜひよろしくお願いしますという感じでございました。はい、というわけで、はい、お世話になりました。お世話になりました。ちょっとおかしいけどね、終わり方として。はい、これからも不甲斐ない殿下をよろしくお願いします。お前誰やねん。お前は誰やねん。これからも Tinder でマコをマッチした人よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。撮影でお待ちしております。はい、お願いします。お姉さんどこ出身ですか？私は兵庫県出身。あ、兵庫県、はい、じゃ僕と一緒っすね。本当ですか？僕と一緒っすね。行くどこをしてるんですか？いや、お姉さんめっちゃ可愛い。お姉さん、一回ちょっと僕と結婚してもらってもいいですか？ちょ、本当に